はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。いやー、今日のねお昼のライブで四角いメガネをまん丸にちょっと変えて可愛くなってから出ようかな、撮影しようかなと思ってたんですけど、モフモフがね行方不明になってしまったので、今ね前が見えない状態ですけど、これで撮影してます。はい、ということでね、今日の動画はですね、先日名前が決まったラビ君の、DIY 掲示なんですけれども、そちらがねなかなかメンテナンスがしづらい、ということでリフォームをしたいと思います。具体的にはね扉の柱ですよね。扉を設置する柱、それがね扉3枚つけちゃったんですよね。だからメンテナンスが非常にしづらいということで、取っ払って柱を1個にして、で扉の幅をね45センチずつぐらいに大きいものに変えたいと思います。それでは早速やっていきます。はい、ということでね、ここなんですけど、扉がね3枚ありますよね。これだとねどうしてもトイレの出し入れがすっごいしづらい。で普段の、ね、給仕、餌をあげる時間とかでもね、なんかすごい面倒だなと、時間がかかっちゃうんですよね。面倒っていう言い方はね良くないけど、なんでこんな作りにしたのかなってね、今でも自分でもねなんだろう、よくわかんないなっていう感じです。これが花ちゃんのケージなんですけどね、これをねお手本に作り変えようかなと思います。はい、柱の位置をねもう上のケージと揃えました。こんだけ隙間があるんですね。こんだけ下がったらねやっぱメンテナンス性もかなり上がると思うのでね、期待してます。で既存の扉、もともとあった扉はねもう全然スカスカなので、これは外します。ということでね、今日はダイソーさんでね300円だったかな、金属製のトンカチ、これを買ってきました。ゴム製のハンマーはあるんですけどね、あれだとここを止めてるこの字型の釘がね入りづらいっていうのと、これをね一気にもう外すのにもうこれで引っ掛けてグッと取っちゃいたいと思います。ちょっとね危ないからラビ君とお部屋に出てきて、よいしょ、はい、それじゃあ外します。手で取れちゃった。はい、ということでじゃあ、続いてはこれですね。我が家でマルキチ君をお迎えした時に最初に使ってたケージの扉ではないか、囲いですね。これをここにつけます。はい、はい、画角にギリギリ収まるかどうかぐらいなんですけど、一応ね完成はしました。ちょっとここだけね若干隙間空いてるんですけど、まあどうしようかな、飛び出し防止でなんかつけようかなと思います。で扉を止めるのがねどういう方法にしようか、ちょっとねホームセンターに行って道具を仕入れてきます。なのでちょっと申し訳ないんですけど、また次回続きをやります。いや、やってしまおうか、その方がいいですね。すいません、ちょっと買い物行くので一旦動画切ります。はい、ということで、はい、ということでね、買ってきました。これはね、成長期に欠かせないアルファルファ。
そろそろ切らしそうだったので買ってきました。で、ドアのロックはこれを使います。漢字が読めない、メッキ煽り止めっていうやつですね。まあちょっと説明するとね難しいんで、早速取り付けて、実際にロックができるのか見ていきたいと思います。これでワンペアですね。で、片方はこっちに止めて、もう片方こっちから渡して、こうやってカチッと。早速じゃあね、こっから止めてみようか。これぐらいか。で、こんな感じにしようかな。できたかな？こんな感じです。うん。で、こっちの扉はね、給水器止める用だから、あんまり動かさないと思うんでね。まあまあ、そんなに、なんだろう、サクッと外せなくてもいいかなって思ってます。よいしょ。じゃあ、下の方もね、つけて、ひとまず完成といきます。よし、完成。ドアの開閉も、まあこっちもね全然ちょっとガチャガチャうるさいけど問題なくできます。よし、OK ですね。いやー意外と簡単に、安く、これね、198円でした。安くロックができました。また今後もね、何か DIY のケージで不具合とか、あったらその都度リフォームをしていこうと思いますのでね、DIY ケージ少しでも参考になったよって方はぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他にもたくさん動画を出してます。そして他のチャンネルもですね、いくつかやってますので、よければ概要欄のリンクからご覧いただけたらと思います。こちらにね、画面に出ている動画もチャンネルもおすすめですので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。